マカンダ、または、旧称のグラハムズタウンは、南アフリカ共和国の都市、東ケープ州に属する。人口約5万人。人口の7割を黒人が占め、ボゴア者別だと、コサゴが6割を占める。近年、旧市スカイホームランドから黒人が大量に流入している。ポートエリザベスから 130km、イーストロンドンからは 180km 離れている。 イギリス系による開拓の中心都市であり、19世紀中盤に最盛期を迎えた。グラハムズタウンは1812年、イギリス軍のジョン・グラハム大佐によって軍事基地として建設された。当時この地域はバントゥー系民族の最南端に位置するコサジ人と白人との最前線であり、この基地を建設することで、ケープ植民地の境界である。 フィッシュ川の防衛強化が図られた。1819年、コサ人がフィッシュ川を越えて、ケープに侵入し、グラハムズタウンに攻撃を加えた。英国軍はこれを撃退した後、この地域の防衛の強化を決定し、その一環として、英国系植民者の移入を決定した。1820年、アルゴア湾に上陸した初の英国系移民は、グラハムズタウンを中心に定着し、 グラハムズタウンは英国系住民の中心都市としてケープタウンに次ぐ都市となっていった。1831年には町で最初の新聞グラハムズタウンジャーナルが創刊された。このような英国系の身調に対し東ケープのボーア人たちは危機感を抱きピーター・レティーフをはじめとしてアンドリース・スポト・ヒーターやアンドリース・プレトリウスといった代表者たちは 1834年にグラハムズタウンに集結し、英国からの独立と移住を決定。翌年から大移動を始めたグレートトレックである。1852年にはケープタウンの次に教区が置かれ、1904年にはローズ大学が設立された。現在ではローズ大学を中心に多くの大学や教育機関の集まる文教都市となっている。また、 聖マイケルジョージ大聖堂など、教会も多く、聖者の都市と呼ばれることもある。アパルトヘイト終焉後、建設者でかつ、地名の由来となったジョン・グラハムが、敵対していた、コサ人の戦士に対して、最大限の恐怖を与えるため女性や子供といった、家族を無差別に殺害し、家や田畑を焼いて回るといった、非人道的行為を働いていたことが、問題視されるようになった。 これを受け2018年10月2日に、グラハムズタウンはマカンダへ改称した。新名称は、イギリスとコサ人の戦争の際に予言者として活躍した、コサ人の予言者マカンダに由来する。グラムズタウン、メインプレイス264004フロムセンサス2011、エイドリアンフレス、2021年3月7日、閲覧。 ヒアズ・ホワイ・グラムズ・タウン・ハズ・ビーン・リー・ネンド・マッカーンダ。イール、2021年3月7日閲覧。ありがとうございます。